だいぶ滑るんだね。うん、あー、はっきり見た。結構、うん、はっくり。結構はっくりだね。すごい値段。すごい。このランニングスペースさ、深いよね。深い。水が。あ、本当ですか。水が、うん、こう見るとそんなに分かんないけど。全然、深い。あ、クマちゃんが、あ、クマちゃん座る。ん？なあ。丸いからちょうど楽しそうだね。なんか楽しいんだろうね、多分あれが。ご案内いたします。まもなくイルカプールに向かって右手奥の車種プールにおきまして車種の仮面を行います。この車線は2階の水中カラメンと3階の5階のカラメンからご覧いただけます。まもなく始まります。今しばらくお待ちください。早速車種たち目の前のプールに3頭やってきてくれています。3頭いますので1頭ずつ紹介したいと思います。まず最初に1頭の車種がジャンプをしてくれています。はい、お母さん車種のステラです。続きまして末娘のリンのジャンプです。リンおいしょ。リン、このジャンプじゃないよ。どうね、ママの真似しちゃった、うん、はい、お母さんのステラ、今度は体を地面に打ちつけるスプラッシュアップ、うん、そして、先ほど飛んだリンの一つ上のお姉ちゃん、ランのジャンプです。もう一度、はい、それではですね、今からお母さんのステラに2階の水中カラメにやってきてもらおうと思います。はい、2階の水中カラメにやってきてくれました。はい、ステラ到着ですが、緊張しましょうか。はい、それでは今度は今来ててください。はい、上手にできてます。はい、ステラありがとう。はい、今見てもらったように、ステラこちら側よく見えてたんですね。はい、プールの中からこちら側よく見えますので、トレーニングの合間なんかはステラお客様観察しに来るのも大好きなので、ぜひ皆さん観察してステラに会いに来てください。車種のトレイン、このように餌の時間、夕日の時間を利用して行っています。はい、餌ですが、餌は魚の種類、ホッケやサバを揚げています。お母さんのステラで1日に約60キロから70キロぐらい餌を食べます。はい、今から子供たち2頭ジャンプしてくれますか。はい、2頭上手に行きました。上手にできると、トリガーたちはご褒美の餌をあげます。それから、餌の方が
せて褒めてあげます。今度はお母さんのスベラーを使っちゃいます。実はですね、右手奥にいるリンですが、リンは2012年の11月に生まれた女の子です。まだお母さんからおっぱいをもらってますね。でも餌も食べれるようになり、運もよくできるようになってきました。ただまだまだストレイが始めたばかりなので、種目は今から考えることを覚えていこうと思って覚えていってもらおうと思っています。トレーニングには、ジャンプなどの運動の種目や、それから健康管理のための種目などもあります。はい、今左手ではお母さんのステラがお腹を上にして水面を尾びれで叩いていく。はい、右手手前側ではお姉ちゃんのランがお腹を上にしてトレーナーにお腹を見せてくれています。実はこの姿勢、体温測定のための姿勢なんです。お腹の下の方にはお尻の穴、肛門があります。この肛門に体温計のセンサーを挿入して体温を測ります。今、お母さんのステラも同じようにお腹を上にしてくれています。私たちの体温、だいたい35度から36度ぐらいが平熱。はい、今手前側ではお子供のリンがくるくる回ってくれています。胸びれ、おびれ、上手に使って元気にくるくる回ってくれていますね。非常に動けるのをご覧いただけたでしょうか。はい、今度はリンが3階のステージに上がります。はい、元気に来ました。はい、先ほどのステラと比べて体が大きくなり、小さいのがよくわかると思います。それでもですね、実は体長が 3.4 メートルあります。体長が600キロ以上になっています。生まれた頃はですね、2メートル、体長が2メートルぐらい、体重が160キロから180キロぐらいでしたから、だいぶ大きくなりました。はい、今度は左側から出発したお母さんのステラにご注目ください。回りながら泳いでくれています。私たちは速く泳ぐだけではなく、このように胸びれや尾びれ上手に使って器用に動くことができます。はい、今度は真ん中のリンが胸びれを非常に上げてくれています。この胸びれ、私たちの胸びれご注目ください。形が丸っこいのがお分かりになるでしょうか。バンドイルカやカマイルカの胸びれは三角形の形をしていますが、私たち丸っこいんですね。実はこの胸びれの中には5本の指の骨がちゃんと入っています。はい、今度は左がお母さんのステラが頭を下にして逆立ちをします。3階のお客様に大びれを振ってくれています。はい、2階のお客様はステラの上半身、白と黒の綺麗な模様をご覧ください。私たち大びれ、この大びれを使って大変速く泳ぐことができます。最高時速は60キロとも言われ、海で生活する哺乳類の中でも速い方のグループに入ります。はい、今度はリンがジャンプを見せてくれます。ブラシジャンプです。実はこのリンのスペースジャンプ、お母さんのステラやお姉ちゃんのランがやってるのを真似して最初は覚えました。今ではトレーナーのサインに従ってちゃんとジャンプもできるようになりました。はい、リンがもう一度スプラッシュジャンプを見せてくれるようです。頑張って元気にスプラッシュジャンプ。そしてお母さんの豪快なスプラッシュジャンプ。
度は左側にお姉ちゃんのランが行きました。同じくスプラッシュアップを決めてくれます。視界にちょうど入るところ。今度はお母さんのステラが出発しました。先ほどとはジャンプの形を変えての頭から着水するジャンプになります。もう一度飛びます。はい、2倍垂直の目にはステラが巻き込んだ泡で白っぽくなりましたね。回転の指示しましたね。そんな感じなんだ。様子見てるんじゃない、どれぐらいの動きをするか。今元気にジャンプしてくれました。はい、今度はお母さんのセラ、もう一度3階のステージに上がります。2階のお客様はあちらのモニターで3階の様子をご覧ください。はい、上手に上陸できました。はい、お姉ちゃんのジャンプ。もう一度こっち来いや。そして子供のリード、お母さんのステラのジャンプです。ありがとうございました。